昔々あるところに貧乏だけど心優しいおじいさんとおばあさんがいました。ある年の大晦日のことです。おじいさんとおばあさんは二人で傘を作りました。それを町へ持って行って売り、お正月のお餅を買うつもりです。傘は五つもあるから、 餅ぐらい買えるだろう。お願いしますね。それから今夜は雪になりますから気をつけてくださいよ。おじいさんは五つの傘を持って出かけました。家を出て間もなく雪が降ってきました。雪はだんだん激しくなったのでおじいさんはせっせと道を急ぎました。 村ずれまで来ると、お地蔵様が6つ並んで立っています。お地蔵様の頭にも肩にも雪が積もっています。これを見たおじいさんは、そのまま通り過ぎることができませんでした。お地蔵様、雪が降って寒かろうな。せめて、この傘をかぶってくだされ。 おじいさんは、お地蔵様に売るつもりの傘をかぶせてやりました。でも、お地蔵様は6つなのに、傘は5つしかありません。そこでおじいさんは、自分の傘を脱いで、最後のお地蔵様にかぶせてやりました。家へ帰ると、おばあさんがびっくりして言いました。まあまあ、ずいぶん早かったですね。 それに、おじいさんの傘はどうしましたおじいさんは、お地蔵様のことを話してやりました。まあまあ、それは良いことをしましたね。おもちなんてなくてもいいですよ。おばあさんは、ニコニコして言いました。その夜、夜中だというのに、 不思議な歌が聞こえてきました。じいさんの家はどこだ傘の礼を届けに来たぞ。じいさんの家はどこだ傘の礼を届けに来たぞ。歌声はどんどん近づいて、とうとうおじいさんの家の前まで来ると、 ずしんと何かを置く音がしてそのまま消えてしまいました。おじいさんがそっと戸を開けてみると、おじいさんのあげた傘をかぶったお地蔵様の後ろ姿が見えました。そして家の前にはお正月用のお餅やごちそうが山のように置いてありました。 おしまい